はいどうも、マナマンです。今回はオンラインチャレンジカップですね。ウェハチャンピオンズリーググループステージのガチャができるやつですね。センターバックにクヤテ使っております。コスティルも絶好調ってことで、守護神が帰ってきた。そしてイブラも絶好調、ネイマールも絶好調ってことで、今回のオンラインチャレンジカップは1試合だけ。かっこいい演出が。さあ、対戦相手の方なんですけど、自分の知っている方ですね。チームプレーとかよく一緒にやる人なんで。いいね、危ねえ。絶対に負けられんぜこれ。いわゆる強豪同士ということでベンチも含めて選手層が厚いですからね。2015のレートは900台やったかな。注目するポイントの一つですよね。アルダ・トゥーラン、レイル、一人でいける？さすがに無理か。ここは一旦キーパーへ下げます。なんかいけそうな気がしたけどな、今ベイルで。やば、浮かしてくるか。うおー、マジか。ゴールキーパーからの攻撃でやられた形。バイエル先制に成功。これは華麗なスルーパスからのゴール。タイミング素晴らしかったですね。イブラヒモビッチ。すぐ返していく。やっぱ絶好調イブラはやっぱ強いわ。ど真ん中で使うの。あえて。あーやべーやべー、入るかそれ。マジか。すぐさま。何それ。何そのボール、信じられんわ今の。でもボールはポストに行ってましたからね、触れないでしょう。超やば、これ大丈夫。頼むでクヤテ、初先発の期待に応えてよ。来たー、よし。打ち合いの予感、打ち合いの予感がするんだけど、気のせいか。またすぐに追いつきましたからね。残せ、まさにタイミングでの勝利ですね。北澤さん、ギリギリの飛び出し見事でしたね。いやー、それないわ。受けての一つ、戦略的に仕掛ける姿勢がこのゴールを生み出しましたよね。クヤテの身長は195へ。さあ、勝敗の行方、次のゴールが大きく占うことになります。しかもスピードが90あるからね。これでも全く分からない状態になりましたね。かなり速い。やべ、ここで受ける。危な、瞬発は60台やけどスピードは90台やから。いやー、オフサイドか。これがうまいラインコントロールでした。しかもボランチよりセントラルミッドフィルダーかよりセンターバックのが適性が上がるっていう。いやー、ちょっと簡単すぎた。ちょっとまずいな。やべえ。いや、ちょっと OK。 いやー、ちょっとそれはないか。あー、ミスってる。やべえ。クロス、かわいい。くーかあぶねえ。もう絶対やられたと思ったんやけど、イブラみたいなもんやから結局カバーに。うわー、通らんか。いやー、マジで。メッシ、ここをかわした。緩いフィード、ここ勝負ですね。いやマジかよ。
よっしゃもうキックオフゴールの確率は高いよな。いやまたすぐ追いつきましたね。うまい。今日は動きのある展開になってますよね。自分あんなドリブルできんからな。ちょっとシュート前の一歩で勝負あったか。イブラだったら勝てる。オッケー。いや素晴らしいですよね。なんといってもあのゴールでスルーパスを出せる、ね、いやちょっとこれ一番やりたいんですけど、やっぱディフェンダーがルーレットスルーパスで出せないんですけど、よくそこのスルーパスのゾーンを見つけましたよね。ルーレットルーレットで、ね、キーパー OK、まあ、こっからイブラに合わせることができるのが、うんうん、負けるしだけど負けるしと。あーやべ危な。いやー当てを使います。違うな。しかも走ってくれへんしさ、走ってほしいのに。フェイントを見せます。43分です。ベイルからイブラヒモビッチ来た。裏へのスルーパス。さあシュートレンジだ。コース空いた。ベイルちょマジか。もったいねえ。どうしようか迷った。ニアサイド狙ったきゃよかったな今のは。マジで前線へ出す。危ねえ。モドリッチこの試合アシストを記録しています。メッシーやばい。スルーパスを出す。うう前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。白熱のゲーム。さあここでお話を伺います。前半は点の取り合いになりましたね。いやこの45分だけでも一瞬で、ね、さあ延長ありやんなこれ。まだ同点ですね。次も目が離せませんよ。延長あるよね。今のところ同点という状況。後半へと続きます。やばいやー。ゲームはスタートしています。両者一歩も譲らぬまま後半戦を迎えています。イブラいやー無理か。キーパー前へ蹴り出します。中空いてるんやけど危ねえ。サイド使ってくれてまだ嬉しいけど高いボール来た終わる。危な。モドリッチ長いボール狙っていく。さあ抜けた。しこれいや飛び出して前線へ蹴り出します。ないな今のパスはないわ。今のパスはないな。クヤテは負けない。いやーこの3人で取りに行って取れんっていうのが痛いな。ロングフィード。何それ。さあ前線へアルダトゥーラン。このスルーパスは通りません。レイラム取れる。選手交代勝負かな。お、来た。さあイブラヒモビッチ強い。コントロールできるか。うわいや取れる。チャンス来た。足元でもいやよくカバーしましたよ。 OK。 エブラそこはないわ。メッシうまい。味方を走らせる。裏へ抜けた。いい危ねカットします。危ねえ。オフサイドや。オフサイドだな。媒介します。やばいなこれ。オフサイドやろ。オープンなゾーン。危ない。ベイブラヒモビッチ中。ああファール。選手交代か。どうしよう悩むとこ。まあモドリッチ変えるか。
変えるべきか悩むな。ディマリア使うか。あとロナウドはちょっと温存。とりあえずベンゼマいないからね。好調やけど入れてないかな。あーマジで。悔やてー、悔やてがやっぱキーポイントやな、この試合。適当適当なこと言ってるけど。よっしゃー、ラッキー。いいよ、これ勝ってガチャしたいんやで。これ勝ってガチャしたいんや。やばい。いやいやー、よく。いやー無理か。今のは北澤さん、うまく相手のチェックを外して随分いい位置でボール受けましたね。イブラに合わせよう。イブラに合わせて。ダメだわそれ。それないわ。相手のバックスも一歩対応遅れてましたよね。こういうコンマ何秒の判断の差で、コーナーキックとボールですからね。そう考えると見事なゴールでしたね。クヤテに合わせて反らせて、いやー、なぜかトラップした。クヤテに合わせたかった。クヤテに合わせて、ディフェンダー集中力いいですよ。まだいますよ。ボールを追いかける、中央へ。いやー、延長もあんねんな、そういや。そこを考えて戦っていきたいけど、あっぶっあっぶっ。北澤さん、盛り上がりを見せているこのゲーム、現在この終盤で同点ですが、いかがですか。そうですね、弱え。まだ何かど真ん中弱え。ここはカットします。危ない。アーチのようなパス、お、通る通る。ネイマールに渡る、抜けてくる。よっしゃベイル。駆け引き、どっちにね、イブラに合わせるかベイルに合わせるか、結構悩んだ結果。勝てる。そうですね、これはシュート前のパスが決定的でしたよね。出せと受け手のタイミングがバッチリでしたからね。相手のバックスは一歩反応が遅れましたよね。よし完璧。いやーマジか。しっかりキーパーの位置を見ていたので、こういったゴールが生まれたんでしょうね。ロスタイム、同点は嫌だよ。同点はさあ、ウィーユナイテッドアップ。一本抜きんでました。延長に向けたゲームプラン、ベンチの動きも気になる時間帯でしたけども、ここで決めましたよね、はい、ただ1点ですからね、ここで気を抜いてはいけないところですよね。そうですね。よし来た。よしお疲れお疲れ。決まった、追加点、ウィーユナイテッド。勝った勝った。これが羽押しゴールになるのか。ここで笛です。6対4。いやー疲れた。さあ北澤さん、最終的には逆転勝利ということになりましたが、いかがでしょう。さあガチャ何回しようかな。確定ガチャもできますから、確定ガチャ込みで、コムチャレンジカップのやつもできるので、3回は確定。あと何回するか。
とりあえず枠も結構今半額期間中やかな。選手保有枠115かなまで広げたんで、まあ来年の5月かな、チャンピオンズリーグファイナルで2チームだったらほぼコンプできるかもしれない。バルサとか上がってくれれば、まあ、それまでどうするかっていう GPO ガチャはどういう感じでやっていくかっていうね。さあとりあえず5回かな、ウィハチャンピオンズリーグスターズの GS グループステージを4回やって確定1回で終わるか。まあ、とりあえず、ああ止まるん早止まるん早、ミケル、この辺の選手とかも持って持っておくことが大事かもね。やっぱ確定ガチャ、今後のことも考えて。バラバラやな、黒が来ない、来ない。さああと2回かな。頼む、黒で止まれ。よし、お演出ある、誰これ、右、いやーボランチか、根幹持ちだ、根幹持ちだけど、まあ黒が来たけど、あんまり希望している選手じゃないな。やっぱキーパーとセンターバック欲しいな。頼む、今回は結構回っちゃう、この場合はもう来ないでしょう。ラスト、確定ガチャでこれでキーパー引きたい、お願いしますキーパーを。まあコスティル絶好調やからいいっちゃいいねんけど、やっぱりうん、誰、演出ある、黒い、グアドラード、ウイングだな。いやーでもベイルいるからみたいなとこだな。いやまあ一応これでウィハチャンピオンズリーグスターズ GS は終わっときますか。ってことで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。